画家ラジオ第5回目になりました。画家の川田裕子です。聞いてくださってありがとうございます。前回自分自身の絵画制作のなんか宇宙観というような世界観のようなものを言いまして、もうちょっとこの路線でいろいろ言ってみようかな、喋ってみようかなって思います。現代美術っていう言葉があるんですけど、なんか絵画って現代美術の中のまあ一ジャンルにこうなるのかどうなのかちょっとと思ったこともあるんですが、というのはコンセプチュアルアートが出てきた時に絵画駆逐されるのかなってふっと思ったこともあるんですよね。でもやっぱりそうじゃない作家出てきてるんですよね。やはり絵画で例えばリヒターとか、まあ、草間彌生さんなんかも絵画ですよね。まあそうじゃないものもあるんですけど、まあ、やっぱりこうその時代時代の顔になる作品って出てくるんだよねって傍からこう見ているんですが、じゃあ自分自身はどういう位置づけにあるかって考えた時に、そういう中にはあえて入らないようにしたいなっていうのちょっとあるんですよね。っていうのはまあちょっとこう以前言われたことがあって、こう時代この時代の作品の顔だよねってなるような作品作らないのって聞かれたことがあって、まあそうすれば注目されていろんな人が見てくれるのかもしれないんだけど、それって私がやることなのかなって思ったんですよね。っていうのはやっぱりそういう時代の代表するものってその時代が過ぎると色あせちゃうんですよ。まあ、残るじゃないかっていう人いるけど、まあ確かに美術館なんかにこうその時代の代表作品みたいなのを掲げたいって思う気持ちあると思うんだけど、そうじゃない作品ってあるんですよ。でその代表格っていうのはすごいベタな作家ですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチっていう人がいて、この人の作品を例えばイタリアルネッサンスのこのコーナーで他の作家とこう並べてみた時に明らかに全然違う次元になっちゃってるっていう印象があるんですよね。それは私が感じただけじゃなくて大英博物館のカタログにそういうこと書いてありましたね。だからその時代に明らかにその異質だなっていう作品になっているっていうんですよ。まあそうなんですよね。そのなんで異質かというと、他の例えばラファエロとかミケランジェロとか、まあそのレオナルド・ダ・ヴィンチと同じ時代の作家って何人もいるんだけど、そういう人たちってどっかこう前世紀の何か
技術的なこととか見てる世界とかを引きずってるんだけど、ダヴィンチの作品ってちょっとそういうものと違う雰囲気があるんですよね。多分科学的な目で見ることができたっていう、その人自身の新しい世界観が出てるからなんだと思うんですよ。でそうするとその時代の代表っていう風になってない。多分ダ・ヴィンチはもっと それを超えた存在じゃないですか、うん、新しい時代の目をこう初めて実現した人っていうような位置づけになってると思うんですよね。だからあんまりその時代らしい作品作る必要ないんじゃないかなっていうのが私の中にあるんですよ、まあ、別にダ・ヴィンチみたいになりたいっていうわけじゃなくて、みんなが求めてるものってやっぱりダ・ヴィンチかなっていうことはありますよね。第二のダ・ヴィンチは新しい絵画の世界を作ってくれるはずだっていうふうに思いたいなと思うんですよね。だから例えばその前回ムーブメントのことを言いましたけども、その時代の主流の動向、絵のこう傾向とか絵画の傾向ってその時代時代にあるんだと思うんだけど、なんかそういうものからちょっとこう距離を置いたものでありたいなっていうのはあります。でそういうものはまあ弱小のラインに入るから、まあ弱肉強食の中では生き絶えてしまう場合もあるのかもしれないんですけれど、でもなんとかギリギリ耐え忍んでこうひっそり制作して、最後に死ぬ時にあこんなの残したみたいになってみたいなっていうのはあるんですよね。いろんな人がいろんなことをやればいいと思うんですよね。あまりこの一つのイデオロギーとか考え方に同調する必要はないんじゃないでしょうかね。っていうのはまあ私の中にもう一つこの世界観として、やっぱりこの世界っていうのは一つのイリュージョンなんじゃないかなっていうのがあるんですよ。でイリュージョンって言うと、まあ、幻想とか幻覚みたいな感じに悪く捉われるかもしれないんだけど、そういう、まあ、ファンタジーとかイリュージョンとかっていうのはまやかしのようでありながら、しかしたくさんの人を喜ばす力もあるんですよね。でそのたくさんの人を喜ばすためのイリュージョンである必要があるなぁと思っていて、でも手を変え品を変え様々なイリュージョンにこう満ち溢れた世界の中で、何か信じたいも確固たるものが欲しいなっていう気持ちもどっかに皆さんあると思うんですよね。私もそうなんですよ。でもそれは何か一人の権力者のようなものが握ってたらすごく嫌ですよね。それやると独裁的な世界が始まっちゃうんですよ。だから自分一人一人に確固たる信念とかそのイデオロギーが、個人個人が別々にいろんなイデオロギーを持ってそれを信じて生きてたらいいなって思うんですよ。そうすれば一人の権力者が独裁的に世の中をこう牛耳るっていうことがなくて、まあ、あなたはそういう考え方があるから今回ちょっとの間はそれでやってもいいけど、すぐにそれは問題があったらやめましょうねみたいな、こう柔軟に
こうそれぞれの人の考え方っていうのを尊重するような、そういう社会ができたらいいなって私は思うんです。一番やっぱりまずいのは、一人一人が考え方とか、その思考する自由とか、その能力とかを与えられてないっていうことは一番まずいなと思うんですね。ところが結構その日本も自由なんだろうなって思ってたら、そうでもないんですよ。っていうのはやっぱりその子供の時に学校教育みたいなものの中に全員が組み込まれていってしまって、そこに逸脱したものはあまり尊重されないようになっちゃってるんですよね。で、いい部分もあるんですよね。学校教育はみんな平等に勉強ができて、だけどこの集団行動する時のなんか掟みたいなものがおそらく刷り込まれてるんですよ。そうするとなんか一人でちょっと変わったことすることってすごく難しくなっていくし、見えないこう鎖のようなものにつながれてしまってる状態あるかもしれないなと思うんですよね。だからそこから外れて自分らしい生き方とか自分らしい作品作ろうってすっごく大変なことなんですよ。私もこういう風になれたのは少しずつ自分の中で無意識に持ってるその壁とか呪縛みたいなものを外してここまで来たっていう感じですよね。あ、こうでないといけないんじゃないか、こういう風にしないと嫌われるんじゃないかとか、こうしないと理解してもらえないとかっていう、何かそういうものがそれぞれの人にあるはずですよね。私の中も知らないうちにそういうものができていたような気がするんです。だからそれすっごい難しいんだけど、気がつかないでたくさん持ってるから、おそらくこの社会もある時点でみんながあれって、これちょっとそう思い込まされてたみたいに思う、気がつくとあっという間に考え方とか価値観が変わる可能性ありますよね。多分これから変わっていきそうな気がするんですよ。だからちょっと前までこれが当たり前とかこれが正しかったとかって言ったものって、ちょっと用心した方がいいですよね。それ本当にこの先100年通用する考え方かなとか、その価値観ずっと続くのかなって、いや私の中ではおそらく貨幣経済とかこの今の出来上がった資本主義の社会って少し危ういなと思ってます。で、絵画はそういう中でちょっとこう資本主義の中に組み込まれようとして譲歩してる部分あるんですけれど、それもちょっとこの先わかんないですよね。絵画は残るんだけど、商品としてとか価値としてそのお金に換えられるものにもなってはいるけれど、そういうそれはやっぱり一つのイリュージョンで、よく考えてみるとそれお金には換えられるものなんでしょうかっていうのどっかでみんなあるじゃないですか。でも
労働もそうなんですよね、実はね。労働、人間が行う労働も、それお金、賃金っていう形に一応あらかじめなってるんだけど、その本当にそれって嬉しいことなのってなってきてるような気がするんですよ。それはやっぱ賃金が低すぎるからなんでしょうね。みんなが思ってるような賃金になってないっていう。それは多分絵画にも来ますよね。絵画ってそんな金額で売買できるの？でも逆にすっごい高額で売買されてるものって、それ本当にありなのかなとか、その基準って何って考え始めたら、今一応オークションなどのそのこれだけの金額で落札されましたっていうのがきっと基準になってると思うんだけど、どっかでそのシステムが崩れると基準なくなりますよね。だからそういうイリュージョンの中で生きちゃってるなっていうのは、みんなあらかじめ考えておいた方がいいんですよね。でそれを悲観的にする考える必要はないんですよ。新しいイリュージョンを自分が作ればいいっていうふうに思えばいいんですよね。だからそれぞれがそれぞれの価値観でそれを阻害することもないし邪魔する必要もないっていうような社会ができていったらフラットかなって私は思うんですが、まあそれには100年ぐらいかかるかもしれないんですけどね。でも生きてる間には起きないかもわからないけど、なんとなくそういうことがだんだんに変わっていくような気がしてるんです。だから今までの成功例とか目指すものとかっていうのをその参考にしてないんですよね。だから私は私でしか生きられない方法で制作を続けていこうって決めてるので、おそらく端から見るとなんか冴えない人だなって思われてるのかもしれないし、何やってもたもたしてるのみたいな、あのそういう批判もあるかもわからないんだけど、あのあんまり頑張りすぎたくないなっていうのが最近強いですよね。でも頑張る生き方っておそらく終わったんですよね。あの時代もね、時代からそういう時代じゃなくなってるなと思うし、あとなんか戦略的にっていう言葉よく使うじゃないですか。 あれも死語になっていくでしょうね。なんか嫌ですよね。あのそういう戦略的に商業的に作られていくアートの世界ってあんまり私好きじゃないんですよ。でも資本主義の社会の中で生きていかなきゃいけないから、ここはなかなか過渡期で難しいところなんだけど、そういう意味ではなんていうのかな、もう少し違うシステムを作っていったらいいな、作れるはずだよね人間ってって思っています。まあ私が考えることなんていうのは些細なことで何の影響力もないんですけど、でも今考えてることを少し言うだけで世の中がもしかしたら変わっていく可能性があるっていうのもどっかで信じてるとこがあります。それはバタフライ効果ですよね。バタフライ効果っていう言葉で検索して調べていただけるといいなと思います。あ、時間になりましたね。ではガカラジオ今日はここまで。
話しては川田裕子でした。ありがとうございました。